率直にどうでした？大会を通して。大会通して、まあやっぱり感じたことはフィジカルのなさだったので、まあカテゴリーが上がるとまた強くなるので、また一からウェイトし直したいと思います。その一番の違いっていうのはフィジカル。フィジカルとやっぱり身長とかは違いました。身長ね、高さっていうのはカバーしきれないと思うけど、はい、そこはどういうふうにこう対策？やっぱりディフェンスで引いちゃうと、やっぱ身長が高いので打たれて終わるので、やっぱり相手の嫌な間合いに入ったりとか、すごい動いて運動量が多くディフェンスすることだと思います。今どういう練習が必要かな？そういう時は、まあ攻めよりもディフェンスが大事かなってやっぱり思いました。はい、ディフェンス守って攻撃回数を少なくして、相手の攻撃を少なくして、こっちは着実に1点ずつ重ねるっていうのが多分日本のスタイルとしては大事かなと思いました。まずは初戦というかデンマーク戦になるか、デンマーク戦の印象というのは、まあ、大きい感じやっぱりデンマークが一番なんかその海外で、まあ、打って終わりみたいなの、それでタイミングがつかめなくてそのままずるずるいったので、その次の試合からは修正できてた思います。だからそういう意味では1試合だから、ね、あのチームだったので良かった。そうです、結果的には良かった。それから予選は変化してきてるけど、それはその修正が効いてた。そうですね、やっぱそこで気が引き締まってモチベーションにつながった。清水君の、まあ、一番印象に残った試合って面白いでした。僕はそうですね、やっぱり相手がマケドニアの試合で、やっぱ相手のホームなのですごい会場のブーイングとかいっぱいあった中で勝ち切れたのはやっぱり日本の強みかなと思います。ホームって絶対強いし、そして特にヨーロッパの自分はね、自分が一番その何ですかね、活躍できたというか、まあ、インパクト残せたなっていう試合ってどの試合ですか？インパクト残したっていうか、この安井と僕のコンビネーションは大会通してあんまり止められたことがなかったので、それが一番印象に残ったプレーです。特にどの試合ですか？安井が4号からインフェイントしてバックパス出して、僕が視野外から飛び込むっていう。どこで今の試合は、もう多分全試合やってます。ああ、全試合、はい、まあ今の良かったけど、逆にダメだったなっていう、ダメだったのはやっぱりそうですね、やっぱディフェンスが僕まだ少し足りない部分があるので、やっぱりそこ攻めとの、そうなんていうんですかね、充実じゃないですけど両立をやっぱり頑張らないといけないなと思います。あとだからその手本にしたりとか、なんかそのこの選手好きなって思う選手はありますか？わあ、自分がすごいなと思うのは、自分のチームにいるんですけど、このカニタイっていう、さっきの試合出てましたけど、その人は本当にディフェンスも攻めも両立してて、すごい尊敬してて頼れるプレイヤーだと。海外の選手で、あ、海外の注目というか、まあ、あ、こんな選手いたんだとか。ああ、でもなんかアイスランドのフル代表のなんかパルマーソンだっけ、そんな選手はなんかすげえ、なんかパス回しも速くて打つときは打ってすごくて、なんかすごいステータス高い選手で、なんか魅力を感じました。まあ、そういった世界戦をね、こう戦った9人という、ね、まあ、有数大学ですけど、まあ、目標というか、今後の目標は。そうですね、カテゴリーがあったり、ジュニアなので、また、そうですね、各国がパワーアップするので、それに負けないように、日本もパワーアップして、次はメダル狙いに行きたいと思います。